攻守方向変わりまして大阪ガス画面向かって左から右に攻める格好で第2クォーターの攻撃に入ります。佐藤さんはそうですね、このボールコントロール、タイムコントロール素晴らしいシリーズでした。完全に大阪ガスの第1クォーターの攻撃の機会を奪い取ることに成功し、しかも得点を得ることに成功しています。道志さんは確かに人数が少ないということもありますが、ギリギリまで時間を使ったその戦略、非常に見事なものがあります。さあこれより第2クォーターに入ります。大阪ガス自陣31ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガスファーストダウン10。さあこれがこの試合最初の攻撃率となります。大阪ガス、さあまずパスプレーから入りました。クォーターバック18番、外で展開したワイドレシーバー11番にパスを投じまして約6ヤードのゲインを果たしています。パスを投じたクォーターバック18番は岡、チームキャプテンです。取りましたワイドレシーバー11番は平田。さあまずこのホットラインからプレーを始めました。大阪ガスセカンドダウン4。ナイスランファースター、今度は中央のランプレーです。相手のディフェンスの裏をかくようにランニングバック6番がハンドオフを受けて中央突破し、一気に攻撃権更新を果たしています。大阪ガスファースター、ランニングバック6番は川上、素晴らしいスピードとステップアウトでした。大阪ガスまず最初の攻撃は更新果たしております。ボールオン自陣45ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。キュービーさん、ここでクォーターバックジャッシュパスを投じようとしました。しかしここでエールズディフェンスライン陣が殺到。77番そして1番が殺到しまして QB サック、パスを投じる前に4ヤードロスを奪いました。見事 QB サックをしましたのはエールズ1番の足立、そして77番の前田です。大阪ガスセカンドダウン14の状況になります。パス不成功。この状況を大阪ガスはパスにより突破しようとしましたが、これはエールズディフェンス陣のカバーありましてパス不成功となっています。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され、攻撃は一つ失って次の攻撃に変わります。従いまして大阪ガスサードダウン14の状況となりました。大阪ガス自陣42ヤードからサードダウン14。さあ3回目の攻撃で攻撃権更新の14ヤードを獲得できるでしょうか。不成功。クォーターバック18番、プレッシャーを浴びながら左に流れてワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、パスのコントロール乱れましてパス不成功となっています。ダウン1つ失ってフォースダウンとなります。大阪ガス4回目最後の攻撃権となりました。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを選択しました。キックにより陣地挽回を図ります。しかしパントは攻撃放棄となるプレーでもあります。このパントコントロールされましてエールズ陣20ヤード付近でボールデッドという形になりました。この位置で攻守交代となります。大阪ガスまずこの反撃となるシリーズ得点に結びつけることはできませんでしたが、しかし陣地挽回はなりました。アメリカンフットボールは点取り合戦です。最終的に陣地そのものは勝敗に全く関係はありません。しかし陣地が有利不利はそのまま得点失点につながりやすい状況になります。この陣地の優位はそのまま勝敗の優劣を争うバロメーターとしてご理解ください。
大阪ガスはまず自分たちのリスクを回避する形でボールを相手陣に奥深くに戻した形になっています。さあエールズ、この自陣20ヤードからの攻撃、先ほど同様得点に結びつけることができるでしょうか。リードエフォート、エールズファーストダウンテ。さあ中央へのランプレーとしました。ランニングバックは34番です。ハンドオフを受けて右オフタックル付近を突破し、ブロッカーを生かして約6ヤードのゲインとしました。この味方のブロック力を生かすのもランニングバックの技法の一つです。素晴らしいテクニックを披露したのはランニングバック34番の八木。エールズセカンドダウン、セカンドダウン3に訂正します。ボールオン自陣28ヤード。大阪ガスナイスです。ここでランニングバック22番に託し、右オープン展開を図りましたが、この状況を大阪ガス13番モノチャージしました。約2ヤードロスに変えています。素晴らしい反応でタックルしました。大阪ガス13番は安田。エールズ押し返されまして、次元26ヤードからサードダウン5の状況に入ります。右にロールアウトしてパスターゲットを探しましたが、その隙を見計らって大阪ガス92番がキュービーサックロスさせまして、フォースダウンに追い込みます。素晴らしいキュービーサック決めたのは大阪ガスの92番の金田。これによりエールズはフォースダウン11の状況に変わります。エールズフォーメーション変えてパントフォーメーションを選択しました。自陣脱することができず、エールズ陣40ヤード付近でボールデッドとなります。この位置で攻守交代となりました。さあ大阪ガスは相手陣に入ったところからの攻撃を得ます。この攻撃を生かすことができるでしょうか。佐藤様、ここまで大阪ガス状況が不利な状況にありましたが、先ほどのサック確かに転機になるかもしれません。さあ大阪ガスは相手陣38ヤードの位置からの攻撃に入ります。大阪ガスファーストダウン10。さあまず中央へのワンプレーを選択しました。密集点の突破を図らせましたランニングバック、その期待に応えるかのように約3ヤードのゲインとしています。ランニングバック10番は谷田です。大阪ガスセカンドダウン7、ボールオンは相手陣35ヤード。ここで大阪ガスはワイドレシーバーにモーションをさせまして、そのスピードに乗せたジェットモーションスイープを展開しようとしました。しかしこれをエールズディフェンス見事対応しまして、約8ヤードロスを奪っています。これはエールズのディフェンス陣見事な対応でした。大阪ガスサードダウン15の状況に入ります。ボールオンは相手陣43ヤード。さあ
ここで大阪ガススクリーンパス。プレッシャーをあえて受ける状況にし、ブロッカーをつけたレシーバーにキャッチアンドランを図らせました。6番その走力に期待されましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。エイズ、この状況はしかしディフェンス踏ん張っております。大阪ガスフォースダウンライン、フォーメーションパントフォーメーションを選択しました。ボールオン相手陣37ヤード。リターナー19番、ヒットを覚悟でこれをキャッチしまして、自陣10ヤード地点の攻撃位置を確保しました。そのままスルーするとさらに不利な状況に追い込まれるという判断から、あえて果敢にキャッチしまして自陣10ヤードを確保しています。この判断非常に難しいところですが、素晴らしい判断でこの陣地を確保しました。攻撃権変わりましてリードエホートエールズに変わります。ボールオンは自陣11ヤードにありましてのリードエホートエールズファーストダウン10。さあ中央切り上がります。ランニングバック34番ハンドオフから左オフタックル付近を一気に突破しまして攻撃権更新としました。リードエホートエルズファースター、素晴らしいランを決めたランニングバック34番はヤギ。エルズ自陣24ヤードからファーストダウン10。大阪ガスが見せます。今度はランニングバック22番に左オープンをつかせました。しかしこれは大阪ガスディフェンスライン、ディフェンス陣が殺到しました。このラン1ヤードで阻止しています。キャリア22番は山下でした。エールズ自陣26ヤードからセカンドダウン8。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。この反則はどちらにあったか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことしか許されていません。この反則によりまして反則発生地点から10ヤードの罰則を受けます。従いましてエールズ10ヤード下がりまして自陣16ヤードからセカンドダウン18の状況に入ります。罰則によりまして攻撃権の更新必要距離が伸びました。さあこれを取り返せるでしょうか。リードエフォートエールズ、パス不成功。今度は外へ展開したワイドレシーバー15番へのパスでしたが、このパスタイミング合いませんでした。パス不成功により攻撃権を1つ、攻撃回数を1つ失います。
エールズ自陣16ヤードからサードダウン18。さあこれを突破できるでしょうかエールズ。逆にこれを攻撃と大阪ガス一気にボールを奪うでしょうか。パス不成功。クォーターバック4番、ここは右、中央付近を横切りました。ワイドレシーバー18番にパスを投じましたが18番キャッチミス。結果的にパス不成功でフォースダウンに変わります。ヘルズフォースダウン18の状況に入りました。フォーメーション、パントフォーメーションを取ります。ややプレッシャーからそのキック距離は稼げませんでしたがハーフウェイ付近で攻守交代となります。前半残り時間は1分22秒となりました。小岩様、高評価ボタンありがとうございます。できることならば両チームともどもこの評価に沿った素晴らしい戦いを見せてくれればと思っていますが、確かにそれに値する素晴らしい試合になっています。さあ前半残り時間1分22秒の状況で大阪ガス相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。大阪ガススカンクスファーストダウン10。ここで大阪ガスはまずパスプレーにより状況を打開しようとしましたが、ここでエールズディフェンス陣殺到しまして25番が最終 QB サックし約3ヤードロスを奪っています。ここで大阪ガス前半1回目のタイムアウトを取りました。前半1回目です。素晴らしい QB サックをしましたのはエールズ25番の高本でした。この第2クォーターの残り時間が0秒になりますと現在のポジショニング、そしてタイムアウトの残数は全てリセットとなります。言い換えますと大阪ガスはこの優位な位置を保つのはあと1分9秒しかありません。このチャンスを生かし得点を奪い同点に追いつく、あるいは逆転を図ることができるか、はたまたエールズがこれをしのぎ前半終了を迎えられるか、非常に注目の残り時間1分9秒となっています。さあ試合再開となります。大阪ガスハーフウェイからセカンドダウン13。パス成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー10番にパスを通し10番キャッチ。ヒットを受けましたがそれを弾き飛ばしてセカンドへ放投でさらに前進としています。外へ出ましたのでここで一旦時計は止まっています。約10ヤード確保しまして大阪ガスサードダウン3の状況になっています。ボールオンは相手陣40ヤード。試合時間前半残り1分1秒。さあ中央へランプレーを入れた。ここでまずランプレーにより攻撃権更新としました大阪ガスファーストダウン。しかしボールを持った選手が中で倒れたため時計が回り続けます。前半の5時間50秒を切っております。大阪ガスファーストダウン10。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うロングパスを投じました。
ワイドレシーバーとディフェンスバックの1対1の攻防は、しかしここはエールズがまず勝った形になっております。パス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。前パスは失敗しますと、そこで時計は一旦止まります。したがいまして前半残り時間は37秒。大阪ガス相手陣35ヤードからのセカンドダウン10、前半残り時間は37秒。さあしかしこのプレーは阻止しました。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイマー、大阪ガス、ここでタイムアウトを取りました。前半2回目のタイムアウトです。クォーターバック18番パスを投じようとプレッシャーかわしつつ、その機会を伺っていましたが、エールズ1番が QB サックし仕留めました。クォーターバック18番岡、ここは奮闘しておりますが、しかしエールズのディフェンス陣のスピードに圧倒しております。エールズサックしました。1番は足立です。試合時間は前半残り時間29秒となっています。大阪ガスサードン11、不成功。クォーターバックジャッジ1、殺到するエールズのディフェンスをなんとかかいくぐり、パスを投じることには成功しました。しかしコントロール乱れ、パス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。すさまじい攻防が現在続いております。大阪ガスフォースダウンイレブン、どうしますでしょうか。プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、11ヤード獲得しないと攻撃権を失います。さあ残り時間20秒をかけます。このフォースダウンギャンブルどうなるでしょうか。さあパスは取っている、ナイスゲーム、ファーストクォーターバック18番、ここでパスプレーを投じましたのはタイトエンド10番でした。10番見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガススカンクスファーストダウン、そしてチェーンがセットされると時計が回ります。さあ時計が動いた。ここで最初のプレー、パスを叩きつけましてパス失敗としました。これによりまして時計は一旦止まります。試合時間残り6秒となりました。前半残り時間は6秒となりました。ここで大阪ガスはオフェンスのメンバーを変えます。失礼しました、ダウンに誤りがありますが、現在はセカンドダウンとなっています。大阪ガスフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙う形に変えました。ここでホイッスル、チームタイマー、大阪ガススカン、大阪ガス、ここで前半最後のタイムアウトを使いました。ラストタイムアウトです。このプレーが前半最後のプレーになると考え、ここで最終的な確認を含めてタイムアウトを取ったと思われます。現在状況は第2クォーター残り時間6秒という状況になっています。攻撃権は大阪ガススカンクス、ボールオンは相手陣19ヤードの位置ですが、セカンドダウン10、残り時間を鑑みフィールドゴールのトライに挑むようです。
キックレングスは目視およそ36ヤードの距離。さあどうなりますでしょうか。試合再開です。大阪ガスフィールドゴールトライ、ここでホイッスル。チームダイナリードエフォートエール。ここでエールズが前半最後のタイムアウトを使います。前半3回目ラストタイムアウト。エールズここであえてタイムアウトを取って大阪ガスキッカーの集中力をそごうとしております。このメンタルを踏まえたこのタイムアウトを使う攻防戦もアメリカンフットボールの魅力です。本来ならばこういった白熱した駆け引きといったものは本当の緊迫した状況で起こりがちなのですが、これが春のシーズン、本来の本番シーズンである秋ではなく春のトーナメントで行われている、この点においてましても両チームの意気込みを感じる瞬間ではあります。さあしかし双方ともタイムアウトなくなりました。試合は再開します。残り時間6秒で大阪ガスセカンドダウン10フィードボールトライ。3点獲得です。大阪スカンクスキッカー22番見事この36ヤードフィールドゴールを決めまして3点を返すことに成功しました。見事36ヤードを決めましたのは22番の清家でした。前半終了ハーフタイム。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして大阪ガススカンクス3点リードエフォートエールズ7点でリードエフォートエールズ4点リードという格好で前半終了になりました。エールズがタッチダウン、そして大阪ガスがフィールドゴールで得点を挙げた形になっています。しかし大阪ガスも試合の最終盤においてフィールドゴールにより得点を挙げることに成功しており、これが反撃、後半に至る反撃ののろしとなる、そのような形の前半終了となりました。さあしかしここで一旦ハーフタイムに入ります。このハーフタイムで双方とも前半にありました駆け引き攻防を見直す形で作戦を立て直します。その結果が果たしてどのような形なのか非常に注目を持てる形のこの本日最終戦に本日3試合目最後の試合になりますジュニアトーナメント3回戦の試合です。この寒暖の間を使いまして一旦こちらを音声を切らせていただきます。試合再開の時近くなりましたら再び音声を入れさせていただきます。